月500万円っていう壁がずっと超えられなくて、横ばいな状態がずっと続いていた感じでした。北田さんに教えていただいて、入学してから4ヶ月目になるんですけども、フォロワー400人くらいなんですけれども、その状態でも3日間で720万円の売り上げを上げることができました。トータルで1260万円の売り上げも上げさせていただくことができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は企業支援をされている受講生のゆりかさんと一緒に実績対談を取っていきたいんですが、今回はなんと3日間で720万という売り上げを達成され、入学4ヶ月で累計1260万という売り上げを達成された秘訣についてお伝えさせていただきたいと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では最初に簡単な業種ご活動内容を教えていただけますでしょうか。現在は中卒でも年商8桁ママ社長として企業スクールの運営をさせていただいております。入学のきっかけもあれば教えていただけますでしょうか。まずは私自身指導者としてお伝えする側として、最新の情報っていうのを学び続けたいっていうところでスクールを探していたっていうところなんですけども、実は5年くらい前から北野さんのことを拝見させていただいて、というかオンライン講座にも以前参加させていただいたことがあったんですけれども、以前から知っている北野さんが今も変わらず活躍され続けているっていうところ、常にトップを走り続けていて、たくさんの授業もこなされているので、北野さんの裏側を知りたいっていうところもすごく思いましたし、あとは実際に5年ぶりぐらいにセミナーに参加させていただいた時に、流れとか構成とか北野さんのお人柄だったりとか、お話のされ方だったりとか、丁寧さ実績だったりとかっていうところを拝見させていただいて、恐れ多いんですけれども、こういう方をメンターにしたいっていうふうに思える方がいなかったんですけども、セミナーに参加させていただいて、北野さんに絶対メンターになってほしいっていうふうに思って選ばせていただいたっていうところなんですけども、メンターさんにする人に似てくると思っているので、似てもいいなって思える方というか、そこの話し方考え方が似ていくっていう視点で考えた時にも、北野さんから教わりたいっていうふうに決めさせていただきました。あとは私自身が月に500万円っていうところがずっと超えられずにいたので、自分自身が実績をどんどん上げ続けて、受講生さんたちに背中を見せ続けていきたいっていうところも大きなきっかけでした。ありがとうございます。5年前から知ってくださっていたということで、次は入学前と後の変化っていうところをね、聞いていきたいと思うんですけども、入学前の状況はどんな感じだったんでしょうか。はい、月500万円っていう壁がずっと超えられなくて、いまいち突き抜けられない横ばいな状態がずっと続いていた感じでした。あとはインスタのアカウントを7年前くらいから使っていたものだったので、ノウハウが古いものをやっていた時期からのアカウントだったので、アカウントのエンゲージとかっていうのがフォロワーの割にすごく悪かったりとかしました。月500万の壁とエンゲージメントの低下っていうところで、そこに課題を感じていただいて、そこから入学後の変化っていうところも教えていただけますでしょうか。北野さんに教えていただいて、アカウント新しくしてフォロワー400人くらいなんですけれども、その状態でも3日間で720万円の売り上げを上げることができました。あとは入学してから4ヶ月目になるんですけども、トータルで1260万円の売り上げもありがたいことに上げさせていただくことができました。あと他にもライブ配信はちょこちょこはやっていたんですけれども、ライブ配信の重要性っていうところをあまりそこまで感じきれていなかったっていう部分があったりとか、他に労力を使いすぎてしまっていたので、時間の労力の使い方とかも北野さんにお相談させていただいたりとかして、ライブ配信に時間を割けるようにして、少しのライブ配信からでも実際にフロントの申し込みっていうのもすごく増えました。フロントっていうのはセミナーだったりとか勉強会の申し込みもライブから増えたっていう感じですか。そうですね、セミナーが一番多かったです。あとは北野さんの選ばれ続けている理由っていうところで、皆さん他の実績の動画でも言われてると思うんですけど、お人柄だったりあり方っていう丁寧な人格だったりとか、まあ、そういったところが選ばれ続けているポイントだと思うので、そこをまずインストールさせていただこうと思って、音声を聞きまくったりとかさせていただいて、いろいろ取り入れさせていただいたところ、お客様から実際に人格だったり丁寧な対応っていうところが決め手でっていう風にご入学いただけるようになったり、あとはインスタのエンゲージっていうところですね、アカウント新しくして正しいやり方教えていただいて、最初のやり方きちんとやっていたところ、ゲージもきちんと上がっていって、だいたいストーリー閲覧率も20から25%ぐらいで、LINE 登録も少し前に比べても増えるようになっていきました。あとはフロントを今まで個別相談のみで対応させていただいていたんですけれども、それを北野さんにご相談させていただいて、セミナー形式にしたことによって対応できる人数っていうのも増えていきました。あとは実際にうちのスクールでは一緒にやってくれてる講師がいるので、講師の方にもセミナーをやってもらう形っていうのが取れるようになっていて、より受講生さんのサポートだったりとか、ライブ配信に時間割いたりだったりとか、そういったところに時間が割けるように変わっていったところ、フロント申し込み率っていうのも2倍ぐらいに変わりました。すごいですね、2倍ってかなりでかいですからね。これだけで売上が、ね、倍ぐらい変わるっていうぐらい。
では次に具体的にゆりかさんが SNS マーケで成果が出た秘訣というところで、ライブだったり LINE の配信とかで意識しているポイントやテクニック的なところもちょっと聞いていきたいなと思うんですが、今こちらにゆりかさんの、ね、インスタを表示させていただいているんですけども、現在ゆりか社長中卒ママでも年商8桁というコンセプトで、こちらねプロフィールコンセプトも一緒に初回面談とかコンサルの時に作らせていただきまして、ブルーを基調として統一をされていらっしゃるというところなんですけども、ここで具体的にインスタグラムで意識しているポイントとかを教えていただけますでしょうか。大きく分けて3つありまして、まず1つが信頼構築っていうところですね。インスタのアルゴリズムが変わってコミュニケーション重視になっていくっていうところで、DM だったりとかコメントだったりとかっていうところでのコミュニケーション信頼構築っていうところを意識してやっていきました。2つ目がリール強化です。リールが大事っていうところは他の方たちもすごく分かってきているので、リールで出されている方たちがたくさんいるっていうところの中で、最初から最後まできちんと見ていただくだったりとか、リールでいいなっていうふうに思っていただけて、アカウントプロフィールに飛んでいただいて、プロフィールから LINE にご登録いただく、そのためのリールっていうところで北野さんのところでテンプレだったりとかスピーキング力だったりとかいろいろ教えていただいたのを活かさせていただいて、リール強化っていうところもやっていたところ、再生数とかも多くなりましたし、リールからフォローしてくださる方っていうのもすごく増えました。このリールに関しては後発組で伸ばしていきたいのであれば、リール一択というぐらい新規にやっぱりリーチできるのが唯一リールという機能になりますので、これをしっかりと活用していくことでフォロワーが増えていったりとか、そこからの LINE 公式アカウントの登録っていうのも比例して増えていきますので、ぜひこの動画見てくださってる方もこのリールにこれから力を入れていただきたいというところと、あとこれちょっと補足にはなるんですけども、特にこれからの時代っていうのは、今までインスタはアカウント評価の時代だったところから今後動画評価の時代ということで、フォロワーが多くないとなかなかリールも伸びないっていう傾向が今まではあったんですけども、これからの時代はリールの動画が良ければフォロワーが数百人だとしても1000回再生2000回再生伸びたりとか、ゆりかさんとかもだいたいアベレージ1480とか1000再生とか2500再生とか結構伸びてると思うんですけど、こういう風に後発組でもしっかりと内容が良ければクオリティマーケティングで伸ばしていくことが可能なので、ゆりかさんもすごいクオリティ高く画質とか背景とか動きをつけて撮られていらっしゃるので、こういうリールとかって撮ろうと思っても撮れませんでしたとか、ついついリール止まっちゃうんですって方いらっしゃると思うんですけど、ゆりかさんはリールを継続するためになんか意識してるポイントだったりとかありますか。私もマスチクコツコツ継続が苦手なタイプなので、1日にまとめて15本ぐらいバンってリール撮る日みたいな感じで決めてやってます、はい、実際撮ってもらう人と一緒にも日程を決めてその日に一緒に撮るみたいな。そうですね。なるほどですね。確かにリール自分で撮る場合とかも日にちをしっかりと決めるとか、もしくは誰かに撮ってもらう場合はこの日一緒にリール撮影しに行くっていう風に決めることで、半強制的に半月分のリールが、ね、撮ることができるということで、そこはうまく仕組みがされていらっしゃるかなと思います、ね、リールの強化の部分で北野さんのスクールに入らせていただいてすごく良かったなっていう風に思っていることが、神は細部に宿るっていうところで、細かい視点っていうところを教えていただいたことによって視座がまず上がったっていうところですね、うん、なので背景だったり動きがあるところだったりとか、ついつい自分一人でやってしまっているといつも通りの同じリールになってしまったりとか、ちょっと古いやり方でずっとやっちゃっていたりとかっていうところがあるんですけども、その視座が上がったことによって見るポイント視点っていうのが上がっていたことで、よりたくさんの方に見てもらえるリールが作れたなっていうふうに思っています。3つ目がストーリーズなんですけども、ストーリーズではこれからの時代ってどれだけ情報を知ってるかとかノウハウがあるかっていうところではなくて、この人の思いに共感してこの人にお願いしたいだったりとかっていうのが選ばれる基準になってくると思うので、自分がどういうことを考えて普段スクール運営をしているのかだったりとか、どんなことを大事にしているのか、普段裏側ではどんな風に作業しているのかだったりとか、そういった部分の価値観を伝えるところを意識していったりとか、商品だったりサービスとかの中身イメージが湧かないと買いたいっていう風にはならないと思いますし、一歩踏み出すところに重くなっていってしまうと思うので、スクールの雰囲気だったりとか、どんな感じでやってるのか、どんなお声をいただいてるのかっていうところの裏側を見せるっていうところとかもすごく意識したりとか、ただそれもじゃあ以前はやっていなかったかっていうと、以前も意識はしていたんですけれども、出し方っていうところが北野さんのところで細かく教えていただいて、出し方を変えたところたくさんリアクションをいただけたりとか、そこからコミュニケーションにつながったりとかっていう風に変わっていったっていうところが大きなポイントかなっていう風に思います。先ほどゆりかさんおっしゃっていた、これからは物がいいから売れるっていうよりは、その人から学びたいっていう人間味、いわゆる機能的価値の時代から感情で物を買うという情緒的価値の時代に今なってきているので、そういったスクールの裏側だったりとか、こういう思いで受講生さんをサポートしているんですっていうサポートの裏側を積極的にストーリーで発信していったり、ご自身の価値観だったりとか、そういったプライベート面とか仕事に対しての思いというところもしっかりと発信されていると、ここがしっかりと信頼構築やファン化っていうところにつながっているんじゃないかなと思います。あとクリエイティブ面でも文字がしっかりと見やすく構築されているので、背景を薄暗くして白文字でっていう形で切れ目に作られていらっしゃると思うので、こういった見せ方とかお姉さんもぜひ参考にしていただけたらなと思います。あと先ほど LINE の登録が入学いただいてから増えたということで、 LINE 登録が増えた時に意識していたポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか。北野さんのところに入らせていただくと、最初にコンセプトっていうのを決めて一緒に考えていただけるんですけど、そのコンセプトに変えたより独自性が出たっていうところ、私も企業コンサル自体は5年前からやっているので、そこから比べるとどんどんライバルが増えている、なのでそこの中でも自分のポジションをしっかり
かり取っていくっていうところがすごく大事なんですけども、自分が他の人を見るのと自分を客観的に見るのってなかなか難しくて、客観的に北野さんに見ていただいてコンセプトを考えていただけたっていうところがすごく大きいなっていうところと、あとやっぱり独自性を出したプレゼントタイトル、魅力的なプレゼントタイトルっていうところですね、これも北野さんに一緒に考えていただけたので、それによって LINE 登録が増えることにつながったなっていうふうに感じています。あとゆりかさんの場合、もちろんこのオールインワン集客メソッド完全講義っていうワーディングだけではなくて、13大特典っていう形で特典の量もすごいボリューミーに増やされているというところで、そういったところもリスト取りにつながっているポイントなのかなと思います。お次です、インスタライブとかで意識されたポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。まずはタイトルやテーマの魅力的なものにするっていうところ、そこからさらにストーリーズでの興味づけの仕方っていうところ、ただこれをやりますバンだけではなくって、じゃあどういう風にしたらそのテーマに対して見たいっていう風に思ってくれるのかっていうところを逆算して考えてストーリーズで打ち出していく、興味を持っていただけるような流れを作っていくっていうところを意識しました。ライブのテーマっていうのもものすごい大事なんですけど、ライブのテーマだけ告知してもなかなか同意接続増えないっていう場合は、そもそも興味を持ってもらえてない、価値が伝わってないっていうことが原因なので、ストーリーズで事前に興味づけをして、例えばこういうことで悩んでませんかとか、これすごくないですか、それを解決するために今夜のライブで話しますみたいな逆算して興味づけをしてあげるっていう、この動線を作るとライブの同時接続も増えやすくなったりとかしますよね。 LINE からライブ配信の告知をするっていうところもさせていただいたんですけれども、 LINE の告知文章とかも北野さんにも見ていただいて添削していただいたので、 LINE からライブを見に来てくださる方っていうのも増えました。 LINE からライブっていう流れで、ディールで LINE のお友達集めていき、その LINE のお友達にライブを見せるっていう、インスタから LINE、 LINE からインスタという相互方向の行き来ができるような流れを作ることによって、いわゆるお客様のマインドシェアっていうのを取ることができるので、一日の中でインスタを見てる時だけゆりかさんのことを考えるではなくて、 LINE を見てる時にもゆりかさんのことを思い出してもらう、その回数が多ければ多いほどどんどん成約率は上がっていくっていうことがありますので、そういったマインドシェアを取るための施策っていうところをね、しっかりと構築できているところですね。北野さんのところに入らせていただくと、ライブ配信のテンプレートっていうのを見させていただけるので、話の構成っていうのはそのまま使わせていただいて、ライブ配信をしたところ、最初から最後まで見てくださる方っていうのがもうほぼほぼっていう感じで、うん、話の構成っていうところも意識した大きなポイントの一つになります。素晴らしいですね、はい、その他になんか意識されたポイントとかありますでしょうか。ストーリーズにリアクションしてくださった方たちだったりとかに、一人ずつ丁寧に DM をしていく、楽しみにしていてくださいねだったりとか、一人一人丁寧に対応していくっていうところを変えていったところ、 DM した方っていうのは見に来てくださることが多いので、それによって視聴率っていうのも、参加してくださる方っていうのも増えたなっていうふうに思います。裏技なんですけども、ストーリーズでライブの告知して時に、見れる人、楽しみな人はポチッと押してねっていう、そのリアクションスタンプをストーリーズに貼っとくんですよね。でそこのグッドマークを押してくれた人を一覧に順番にその DM を送っていくっていう、それをやると、まず一回 DM のやり取りをすることになるので、ゆりかさんがインスタライブをやった時にも、広告 DM やり取りをしている人は左側にストーリーズの欄で出やすくなるっていうのがありますので、それで同時接続数が増えやすくなったりするっていうところもありますと、ライブ終わった後にも DM とかされることとかってありますか。そうですね、来てくださった方っていうのを覚えておいて、次回のライブ見に来てくださった時に声かけをするだったりとか、ライブ配信の後見に来てくださってありがとうございましたっていうところも送らせていただくことによって、お相手の方からもすごくありがたい感想をいただけたりとかするようになっていたので、それによっていい循環が生まれて、他のライブにも参加してくださる方が増えたりしている印象があります。これもノウハウなんですけども、インスタライブ中に例えば20人の人が見てくれましたってなった時に、その20人の人を全員に後で DM を送る時って、20人全員さすがに覚えきれない場合もあると思うんですけど、その場合はこちらの図に出ているように、ここの右上の同時接続数のこの目玉マークのところをポチッと押していただくと、ライブを生配信で見てくれている方のユーザーネームの一覧がバッて出てくるんですね。それをスクショしておくっていう、ね、一人一人あとユーザーネーム検索して、今日見てくださってありがとうございました、そういうお礼 DM を送っていくっていうのはね、非常に丁寧ですし、そこで何か別に売り込むというわけでもないので、信頼構築がどんどん進んでいくっていうとこですよね。そして次のライブもまた見に来てくれるという、そういう好循環がね起こっていくので、どん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 同時接続が増えていくというところですね。あとは今までコラボライブっていうものを全然やってこなかったんですけれども、北野さんのスクールに入らせていただいて、いろんな同じ業種の方だったりとかってつながりを持たせていただけたので、素敵な方たちと一緒にコラボライブをさせていただけたことによって、お互いのフォロワーさんに知っていただくっていうこともできたのもすごく大きかったなっていうふうに感じています。コラボライブでゆりかさんも受講生さん同士でされていらっしゃっていて、ゆりかさんは VIP コースですので、リアルセミナーとかオフ会にも毎回お越しくださった時に、そこで知り合った方とコラボライブをされたりとかっていうところで、コラボライブすると相手側のフォロワーさんにも自分のことを知ってもらうっていう意味でメリットがすごい大きいので、実は僕自身も企業当初全然売り上げ上がらなかった時は、同じ企業塾の方とコラボライブをして認知を増やしていくっていうところもやったりしてましたね。あとは全体的にまとめると、一つ一つの丁寧さが変わったっていうところが大きいかなっていうふうに思っていて、 DM 一つに対してもそうですし、お名前を覚えるとか、コラボライブをさせていただくとか、テーマやタイトルをしっかり考える、突きつけるストーリーズの流れを作るとかっていう丁寧さっていうのが変わったことが一番大きなところかなっていうふうに思います。あとはライブに参加してくださった方のためだけにプレゼント
ベントを用意するだったりとかっていう、うん、自分できることはないかっていうところの視点っていうのが一番ライブ配信で意識したポイントかなっていうふうに思います。ありがとうございます。ということで今ゆりかさんおっしゃっていただいてもかなり有力の情報なので、これを実践していただくだけでもかなり効果があるやり方なので、ぜひ試してみていただきたいなと思うんですが、次 LINE の配信で意識されたポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。北野さんに教えていただいて、プチローンチ動画っていうものを作って一番最初にプレゼントとしてお渡しさせていただくっていうことをしたっていうことです。あとは丁寧さっていうところで、見やすさだったりとか、権威性をしっかり載せるだったりとか、魅力的なキーワード選定だったりとか、視覚的な訴求だったりとかっていうところを強化していったっていうところが LINE 配信で大きく意識したポイントになります。 LINE の配信とかもうちの学科で具体的なテンプレートだったりとか、ローンチ動画の実際の台本だったりとか、動画の構成のテンプレであったりとか、あとはローンチ動画の台本の添削とかも僕が全部させていただいているんですけども、それ以外にも日々の配信のテンプレートの中でも、ビジュアル的にいわゆる画像とセットで配信を送るだったりとか、そういう視覚的に訴えかける配信をすることで、開封された後にスルーされない、離脱されないような、ね、配信できたり、あとは開封率を最大化していくための施策とかも実践されているからこそ、 LINE からもしっかりと問い合わせにつながる流れが作れてるんじゃないかなと思います。次、セミナーなどで意識されているポイントなどもあれば教えていただけますでしょうか。大きく分けると3つあるんですけども、まず1つが教育の網羅っていうところで、教育の網羅っていう言葉を聞くと怖い感じなイメージも持ってしまう方もいるかなと思うんですけれども、そうではなくて、教育の網羅をしっかりすることによって、お客様がやりたいっていう気持ちをしっかりと背中を押してあげることができるっていうところで、どうしても人っていうのは何か挑戦しよう、チャレンジしようとか、未来に向かっていこうっていう時にやらない理由っていうのを思ってしまったりとか、今じゃなくてもいい理由だったりとか、どんどん考えてしまうのが人間の脳だと思うんですけど、その言い訳を全て潰していくっていうところが教育のモーラっていうところなんですけれども、そこも北野さんのセミナーとかを参考にさせていただいて、商品とかサービスを購入いただく時の不安だったりとか全て払拭するっていうところができたなっていうふうに思っています。2つ目が、今までもスライドシールを使ってセミナーやったりとかっていうのは少ない回数ではあったんですけれども、やっていたことはありました。なんですけども、構成とか流れとか見せ方っていうところを、このセミナースライドとかっていうのも全て北野さんが添削してくださったので、その流れをすごく大きく変えてっていうところですね。今まで私がやっていたセミナースライドの構成っていうのは、項目ごとに話していたっていう感じなんですけれども、項目と項目の間にお客様の声を入れたりとか、エビデンスを見せるっていう、より具体的にそれを使うことによってどんな未来が得られるのかっていうのをイメージしていただけるようになったっていうところも、すごく大きなポイントだなっていうふうに思っています。あと、感情を動かすっていうところで、そのお客様の声を間に挟んでいくっていうところも、まさしく感情を動かすっていうところの部分だと思うんですけれども、なぜ私がこの事業をやっているのかだったりとか、思いっていう部分もしっかりと話させていただくことによって、私の思いに共感して入ってくださるので、同じ思いで進んでいくことっていうのができるようにもなりましたし、思いに共感していただけたことによって、より勇気を出してここでやってみようっていうふうに思ってもらえるようになったなって思います。感情を動かしていくであったりとか、流れの構成であったりとか、同じ内容を伝えるにしても、伝え方の順番であったりとか、その伝え方によって、ね、お客様の心に刺さるかどうかっていうのはかなり変わってきますので、ゆりかさんはこの3つのポイントでセミナー意識されていらっしゃるということですね。では次、セールスで意識しているポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。まずは未来を見せるっていうことと、不安の払拭を全てするっていう、大きく分けてこの2点を意識しました。不安になってしまう材料として、自分の未来が見えないっていうところが大きなポイントかなっていうふうに思うので、実際に個別でうちのスクールに入った場合に、どんな手順で何をしてどんな風に変わっていくのかっていう未来をきちんと提示させていただいたことによって、その未来にイメージが湧いて、ワクワクした状態で一歩踏み出せるようになっていくっていうところだったりとか、あとは不安っていうのは誰しも出てくるところだと思うので、この不安っていうところを一つ一つ聞いて、一つ一つ丁寧に払拭していくっていうところを意識していきました。その未来を見せていくであったりとか、購入に対してのその不安っていうところを一つ一つ寄り添っていくっていうところが、セールスでは一番の本質になってくると思いますので、ここにしっかりと意識されているからこそ、これだけの大きな売上っていうところをお客様からいただけて選ばれている秘訣かなというふうに思いますけども、最後、その他講座運営だったり商品設計などで意識してきたポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。はい、ここに関しては4つポイントがありまして、まずは今まで全て個別コンサル形式でやっていったんですね。そこから講義形式に変えたっていうところが大きなポイントになります。個別から講座形式にしようと思ったきっかけみたいな聞いてもいいですか。個別でやっていくと、どうしても同じことを言っていたりとか、誰にどこまできちんと伝えたのかっていうところが、もちろん記録は取ってるんですけれども、曖昧になってしまう部分ってどうしてもあると思ったので、そこが講義形式にして一斉に伝えることによって、これは聞いてないですっていうことがない、きちんとお渡しできる情報っていうのをお渡ししきれるっていうところですね。ここが一番メリットに感じて、講義形式に変えていきました。いわゆる認識を統一っていう意味で、講座型にしていくとか、まあ、グルコン形式にしていくことによって、1回の伝達で全員に伝わりますし、そういった講座の運営していく上で効率化っていう意味で、受講生さんにとってもメリットがあるような形に変更されていったというところですね。2つ目が、メインのフロントを個別相談からセミナー形式に変更したっていうところになります。個別相談だと対応しきれる人数って
ていうのがどうしても限られてしまうんですけれども、うん、セミナー形式にしたことによってよりたくさんの方に対応できるっていうところももちろんそうですし、あとは個別相談は来ないけれどもセミナーだったら行くっていう属性の方っていらっしゃるんだなっていうふうに今回すごく感じたんですけれども、個別相談では申し込みがなかった方でもセミナーにしたことによって申し込みしてくださる方っていうのもすごく増えたなっていうふうに印象があります。確かに個別相談はちょっと抵抗はあるけども、セミナーだったら気軽に参加してみようっていう方も、ね、実際一定数いたりするので、実際その個別相談に来る方とセミナーに来る方の属性が若干違うっていうのを僕も今までいろんな授業やってきましたけども、そういうのがあるので、もし今例えばこの動画見てくださっている方でも個別相談でなかなか限界を感じる場合はセミナーを取り入れてみるとか、もしくはセミナーと個別を半々にしてみるとかっていう、そういった改善とか、あとは無料勉強会とかいろんな切り口の体験会っていうのを用意していくっていうのも結構ポイントになるかなと思います。今現在ゆりかさんは講座とかも2つのコースで運営されていらっしゃると思うんですけど、上のコースと下のコースっていう形があると思うんですけども、現段階でいうと上位の VIP コースっていうのをご契約ってどれぐらいの割合で決まれてる感じでしょうか？ 100% 全員 VIP でご契約いただいているっていうところがあります。すごいですね。全員 100% 上位の VIP コースご契約ということで、そこに対しての心当たりであったりとか、なんか意識されてるポイントとかってありますか？まずは VIP であるメリットっていうのをきちんと感じていただけるような資料の構成だったりとか説明の仕方っていうのをしていったっていうところが大きなポイントかなっていうふうに思います。特典の質だったりとか量とかはやっぱり VIP の方がより多めにしてあげるっていうところですかね？そうですね。あとはもちろん来てくださる方に合わせてその方が本当にいいものを提案していくっていう、そこのマインドの部分ですかね。安いからこっちを提案するではなくて、今の方の状況にとってどっちの方が合っているのか、それはなぜなのかっていうところをきちんと説明させていただいたところ、全員 VIP でご契約いただけたっていうところにつながってるなっていうふうに思います。あとは VIP の特典として一応成果保証っていうのがあるので、 VIP 限定の成果保証、ここも安心材料として成果保証がある方を選んでいただけてるっていうところも大きいかなっていうふうに思います。受講する側もすごい安心ですよね。実際うちの VIP コースとかもこの成果保証をつけてたりするんですけども、ゆりかさんもやっぱそういったところに舵を勘っていただいて、ほぼ全員 VIP コースをねご契約いただけているというところで、あとは全体的に商品設計とか運営に限らずなんですけれども、インスタの発信とかでも全て権威性っていうところを出していくっていうところが今まですごく弱かったので、北野さんのところに入らせていただいて権威性の重要性出し方っていうところも細かく教えていただけたので、権威性を出していったことによってより聞く耳を持っていただけるようになったっていうのも体感としてすごく感じているところです。権威性をしっかりと全体的にセミナーであったりとかもそうだし、あとは入学相談の時とかにもしっかりと伝えていくっていうところですよね。では最後にご入学して改めて良かったことあれば教えていただけますでしょうか？まずは目標としていた月500万円っていう壁を超えられたっていうところが一番ですね。超えられた理由として一番大きいところは経営者としてだけではなくて、人のその人としての在り方っていうところを学ばせていただいたことによって視座が上がったりとか、細かいところをちゃんと見れるようになったりとか、丁寧さだったりとか、人間的成長ができたっていうところが500万の壁を超えられた大きな理由の一つだなっていうふうに感じています。あとはいつでも北野さんに相談ができるっていうところですね。早くて丁寧に返してくださるので、すり合わせをその都度しながら安心して進めることができる環境というところが本当に入ってよかったなというふうに思っているところです。あとは北野さんの丁寧さだったりとかお話のされ方っていうところが一番吸収したい部分ではあったので、そこをしっかりと見させていただくことができる環境だったので、トーク力が実際に上がったりとか、説明力があるけど丁寧な話し方だったりとか、前に比べてすごく上達することができたなというふうに感じています。あとはよくある企業塾だとこうするといいですよだけで教えられて、教えてる本人は実際やってないっていうところとかってすごく多いと思うんですけれども、ただ教えていただくだけではなくて、実際に北野さんが最前線でインスタライブもされてますし、リールも投稿されているので、そのノウハウと教えていただいたことと照らし合わせながら、北野さんが実際にやっていることを拝見させていただきながら進めることができるので、イメージのすり合わせだったりとか認識のすり合わせっていうのもものすごい速さでしていくことができるっていうのもすごく良かったなっていうふうに思っているポイントです。3つ目が、今まで私自身起業して7年経ったんですけど、その間にも1000万円以上の自己投資をしていろんなところで学ばせていただいていたんですけれども、今までで一番成果の出やすい整った環境で学ばせていただいているなっていう風に感じていて、その理由としてはコンテンツサイトがあるんですけども、そのコンテンツサイトの充実だったりとか探しやすさ見やすさっていうところに無駄がないなっていうところをすごく感じます。これどこだっけなって思った時にすぐに探せるっていうところがうちでも取り入れさせていただいている部分になります。あとは北野さんが素敵な方なので、集まってきている受講生さんたちも本当に素敵な方たちが集まってきてくれているので、そういう素敵な経営者さんのつながりができる環境っていうところですね。それによ
って先ほどもお話ししたコラボライブにつながったりとか認知拡大していってるなっていう風に感じます。あとは常に新しい最新の情報が学べるっていうところで、しかもそれがオールインワンで、全てインスタだけではなくて TikTok や YouTube も全て最新の情報が学べるっていうところです。インスタだけではなくて YouTube をやっていくとかっていうこともすごく大事になってくると思うので、インスタだけではなくて YouTube までも教えていただける環境っていうところが大きなポイントです。最後ここは本当北野さんならではっていうところだと思うんですけれども、北野さん自身潜在意識のことも指導されているので、ただの根性論だけではなくて意識を使って進めていくためにはっていうところも教えていただけたりとかするので、気合で根性で頑張るではなくて苦しまずにより最短で成果が出る方法を教えていただけたなっていうふうに感じます。具体的に、ね、すごいたくさんのポイントありがとうございます。ということで最後の章になるんですが、今日この動画で見てくださっている方でこれから SNS マーケを頑張っていきたいとか、これからね弊社の実践 SNS 集客学会に入学していきたいけども一歩ちょっと踏み出す勇気がまだ出ないっていう方もねいらっしゃると思うので、そういった方に向けて何か最後一言メッセージがあればいただけますでしょうか。これからの時代っていうのはどれだけ信頼構築できるかっていうところが一番のキーになるなっていうふうに、ね、私自身もすごく感じていて、その中でも SNS だったりライブっていうのは一番人柄が伝わるものだからこそ信頼構築もしやすくてファンになっていただきやすいっていうところにはなるんですけれども、それと同時に人としてのあり方っていうところが求められてくると思うんですね。なのでやっぱり早く成果につなげたかったらすでに成果出されてる方から学ぶっていうのは大前提の話で、これからの時代っていうのはノウハウや実績とかももちろんなんですけれども、考え方だったりとかあり方っていうのが尊敬できる方から学ぶ、ここが一番重要なスクールの選び方だと思うので、人柄で選ばれ続けているそんな北野さんだからこそ学べることっていうのが本当にあると思うので、ぜひ北野さんのところに入ってほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。ということでこの動画見てくださっている方もぜひ勇気を出して一歩踏み出してSNS 挑戦してみていただけたら嬉しいなと思いますし、また最後ね概要欄に今日ご登壇いただきましたゆりかさんの LINE 公式アカウントとインスタのリンクも貼っておきますので、特に、ね、LINE の配信もとても上手ですし、インスタグラムストーリーズもねめちゃくちゃ勉強になるのでぜひ両方ともチェックしていただきたいんですけども、今だけなんと LINE 登録いただくとゆりかさんから特別プレゼントがあるということで、こちらも軽くご説明いただいてもよろしいでしょうか。今 LINE 登録いただくとオンリーワン集客メソッド完全講義っていうものとプラス今回は13大特典っていう合計14大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。その中で実際に自分がどれくらい集客力があるのかっていうのが診断できる集客力チェック診断だったりとか、あとは集客が加速する文章構成テンプレートだったりとかっていうものを含む14大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。ということで、ね、プレゼントすごい盛りだくさんですけどもね、こちらねぜひゲットしていただきまして、ね、これからより集客だったりとか売上アップに役立っていただけたらなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ね、ゆりかさん本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れてぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてねご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではねこれからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。